KO3000 系電車松本電気鉄道3000系、電車3000系電車松本電気鉄道3000系電車は、1999年にアルピコ交通が上高地線に導入した通勤系電車。1986年12月20日に、上高地線の河川電圧を 750V から 1500V に昇圧した時から、 東京急行電鉄5000系を改造の上5000系として使用していたが、新生から40年を迎え機器類の老朽化が進んでいたことや、比例棒であることなどを理由に車両を取り替えることになり、当時京王電鉄井の頭線に新線系の導入で、代替廃車となった3000系を京王重機整備にて改造、整備の上3000型として導入した。 1999年10月に2両編成2本、2000年7月に2両編成2本の計8両が導入され、5000系は2000年7月19日を最後に営業運転を終了した。3007から3008の編成3001の正面形式と編成は下記の通り、8両すべて中間車から先頭車へ改造された車両である。 3001から3002.3003から3004.3005から3006.3007から3008の2行編成4本が在籍する。入選当初は左側が緑地に白文字のワンマンを示し、行き先表記は右側に寄せ、白字で赤文字で表記していた。近年、行き先表示器が一新され、ワンマン表記は 全面表示器の上に重複される形に変更され、方向膜も全面、側面とも1コマ全体を黒字に白文字にし、下にローマ字を吹きした行き先のみ表記する膜に交換された。ありがとうございます。